川崎浮島ジャンクションまで所要時間は1時間25分です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルで大型トラックと乗用車の事故のため横浜青葉インターまで11キロ渋滞しています。千葉の京葉道路や東関東道、立山道は上下線とも順調に流れています。一般道路の状況です。国道16号線は野田方面向かう内回りが柏市湯葉塚で2キロの渋滞、外回りは柏市湯葉塚や柏市大井で2キロ渋滞しています。国道296号線の上りは船橋市薬園台を先頭に4キロ渋滞しています。下りは八千代市工業団地入口で1キロ半の渋滞です。国道14号線の下りは幕張インター入口で2キロ、県道船橋梨子線は鎌ヶ谷方面からの上りが船橋市駿河台で2キロの渋滞、国道357号線の東行きは船橋市日の出で1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターでした。清水さん。